ヤンデックスは、ロシアの検索エンジン、ポータルサイトの一つであり、またその運営会社である。企業としてはナスダックに株式を上場している。ロシアのインターネット検索市場で50%以上のシェアを持ち、フリーメール、オンラインストレージ、地図検索、翻訳サイト等の多様なサービスを提供するほか、タクシー配車や食事宅配などの事業も手掛けており、 ロシアのインターネット企業としては、採用手に位置づけられ、ロシアのグーグルとも言われる。ヤンデックス検索システムは1997年、アルカジー・ボロシュのコンプテック・インターナショナル社によって立ち上げられた。2000年にヤンデックス社として登記。2008年には、米国シリコンバレーにも子会社を作り、グローバル検索などの改良を目指している。米国のデジタル市場調査会社、 コムスコアの2012年12月の統計によると、ヤンデックス検索システムは、検索件数において、世界第4位。ロシア国内では、ランブラー、グーグルロシア語版、メール、RU などと、常に主位を争っている。2018年秋にスマートフォン市場へ、参入予定と報道され、同年12月6日にヤンデックス、ホーンの販売を開始した。 2019年11月18日の取締役会で経営上の重要な決定に拒否権を行使できる公益ファンドの創設を決めた。対象には合併や経営統合、私的財産の上と外国政府との協力が含まれる。インターファクス通信はロシア大統領府関係者の話として公益ファンド創設について ロシア政府がヤンデックスと調整してきた結果で情報セキュリティに関する国家の不安を取り除けるとの発言を報道した。2014年12月、Google は Android 対応機器メーカーに検索システムを含む競合他社のアプリをプリインストールすることを禁じ Google マップ、YouTube、Gmail さらには Google プレイストアをも違反機器で使えなくすると警告。その結果、 プレスティジオ、フライ、エクスプレイなどのスマートフォンメーカーが、ヤンデックスとの提携を終了せざるを得なくなった。そのためヤンデックス側が提訴し、ロシア連邦反独選挙区は、グーグルの競争保護法違反を認めた。また欧州連合も、グーグルの独禁法違反の証拠収集を行っており、ヤンデックスのケースは前例になりうる。 2016年、ヤンデックスの自動車搭載システムラボラトリーの責任者、アンドレイ・ワッシレフスキーは、私たちはトヨタやホンダとの協力を継続する予定であり、すべての自動車メーカーに対してオープンであると語った。同年8月末には、ロシアのトラックメーカーカマーズと人工知能に基づくシステムの創出に関する契約に調印しており、車線内の走行維持や、 緊急停止の指示や運転手の疲労度確認も可能とするサポートシステムを開発予定。既存のナビゲーターはトラックを軽自動車のように狭い道や低い橋の下へ誘導してしまうため敬遠されがちであるといい、この種のサービス工場にも意欲を見せている。ワシレフスキーによるとヤンデックスナビゲーターは多くの都市におけるルートの設定をサポートしているが、 サービスにおけるチャートは、プロの地図作成者ばかりでなく、最初に変更に気づいたユーザー自身によっても、更新され、新しいインターチェンジや道路情報カメラや、走行速度規制などに関する情報が、追加されているという。2020年9月、ウーバーとの合弁から、自動運転事業を、スピンオフした。Yandex DNS は、ロシア、CIS。 西ヨーロッパにサーバーを設置している、無料サービスである、ダクリプットを提供している、ロシアで、グーグル起訴される、スプートニク日本、スプートニク2019年6月19日閲覧、平和弘、検索サイトリバース、地球の歩き方、2019年6月19日閲覧、AB、ロシア企業、ヤンデックス、 初のスマートフォン発表巨大 IT 企業に対抗。アフプブニュース。フランス通信社。2019年6月19日閲覧。AB、ロ IT 最大手国が管理。検索シェア50%技術流出阻止狙い。読売新聞長官2019年11月25日2019年11月26日。閲覧。AB、ロシアのヤンデックス。 ウーバーとの合弁から自動運転事業をスピンオフ。Cnet Japan 2021年6月7日閲覧。テッククランチスタートアップテクノロジーニュース。テッククランチ2021年6月7日閲覧。ロシアヤンデックスがアメリカに子会社2005モーストポピュラーロシアンサイ s ヤンデックス、ランブラー、メール、RU、Google GD ネットの英語ブログ。 ヤンデックス、スマートフォン市場に参入、アントン・クロフ・マリク、ヤンデックスがグーグルに勝訴ロシアビヨンド2019年11月26日、閲覧。ビクトリア・ザビアロは、ヤンデックスが自動車市場へ進出ロシアナウ、ロシアビヨンド2019年11月26日、閲覧。ヤンデックス、DNS、dns.iandex.com。N D e 2021年6月7日閲覧。Protect Secure DNS Requests Reference Information.Browser.yandex.com。2021年6月7日閲覧。ありがとうございます。